念です。これは鍛錬です。南海トラフ巨大地震や台風などにより被害が予想されるとき、多くの人が身を寄せる避難所。欠かせないのが新型コロナウイルス対策です。コロナ禍にある中、避難所の運営に万全を期すため、北島町の防災センターに地域の自主防災組織のリーダーなど25人が集まりました。体育館に一泊しながら避難者の立場で学ぶ体験訓練です。訓練ではまず避難者を受け入れる際の手順を確認。受付で手や指の消毒と検温を実施し、中に入ってもらいます。食事を提供する際は2メートル以上の間隔を取って並んでもらうよう誘導します。段ボールベッドが置かれた避難スペースは縦横2メートルの広さで、高さ 1.5 メートルの段ボールで区切ってあります。体調不良の人にはベッドと簡易トイレを置いた別室を設けて対応します。手袋やゴミ袋を二重にしてゴミを扱う方法など徹底したコロナ対策を学びました。受付のところでその人の状態をチェックするようになっているんですけれども、スムーズにその受付が済まされるような、そういうふうな仕組み作りも必要かなと。想像してたのよりかはちょっとまあ過酷やなと思って、温度環境とか、まあ、医療従事者で医療現場でいるんですけど、災害時こういうことを患者さんケアしなきゃいけないよねとかいうのも合わせて、まあ、想像の範囲ですけど伝えていけたらと思ってます。全国的に新型コロナウイルスの感染が拡大している中でですね、昨年までのようなですね3密状態での避難所というのとは今年はかなり違ってきていると思いますので、そういったことを、まあ、今回参加した方を通じてですね、皆さんに周知していただきたいなと、まあ、訓練の方をやっていただきたいなと、このように思っております。避難所の運営には新型コロナへの対策が欠かせません。日頃から防災への意識を高め備えておきたいですね。